どうもー鳥のダンスん、ソトです。ホラーゲーム企画からすめ第250弾はこちらのゲーム、プロジェクトバックルームやっていこうと思います。え、メニュー画面もなく突如開始したこちらのゲーム、地雷の匂いしかしません。ということで早速ですが、やっていきましょう。なんかね、あのー、ゲームの概要欄のところにはちょっと不気味な幽霊が描かれてて、そしてこの綺麗なグラフィックにちょっと惹かれてダウンロードしてみたんですけども、どんな感じになってるのか。左右にいきなりもう道が分かれてんだな。行ってみよう。 右側から行ってみようかなああ何だろう迷路みたいな感じなのかないわゆるあのー、メモ用紙だったりとかねなんかそのアイテムをいくつも回収してみたいなゲームなのか静かだね BGM もないあでも足音してるなあなんかあるじゃんこれかこれ 何を言ってるかちょっと理解できないんですけどもラジオが一つゲームのルールを説明されてるんだろうか不思議な空間だなあでも奥行けそうだねあ2階もあるんだないや綺麗だね作りめちゃめちゃ綺麗だな 2階に行く手段なさそうだよね。どっかエレベーターでもあんのかなあそこの部屋から行けそうだよな。3階もあんのかまあいい、ちょっと進んでいこう。シフト押すとああ、ちょっと小走りになりますね。ここはドアは開かないみたいだね。この施設はでも一体何なんだどっかのオフィスとかなのかなオブジェクトというオブジェクトが本当に見当たらないね。 さっきのあのラジオ一つぐらいしかないんじゃないかあここで一周かこれぐるーっとした形になりましたねあれこっち側は、うんちょっと今鳥肌立ったななんか言ってるラジオがなんちゃらプリーズ言ってたよなえな何 めちゃめちゃ静かなんだけど何,何もないゲームほど怖いものってないよいろんな意味で <laughs> 待ってくれとりあえずこっち側行ってみようこれ行ってない方なのかそれともぐるっと一周しちゃってるのかがわからんあらこれ一周してる説あるぞここ初期地点な気がするんだよなこのラジオしか何か手がかりはないぞクリックもできない E もできないスペースでジャンプはできるえー、しゃがんだりは できないね <laughs> おやおやおや、ちょっと待って、不穏な流れになって参りましたぞ。おこういったホラーゲームたまにあるんだよな。<laughs> こういうのを引き当てたとき、逆になんかワクワクするよな。待ってくれ。<laughs> 幽霊出てこないのかここの扉はさ、開かなかったんだよな、さっきな。 ちょっとこの暗い部屋入ってみようか小部屋になんか実は幽霊が本当はいたんだけど気づかなかったとかさそういうオチがあってくれ <laughs> オチがあってくれよああなんかしっかりこのゲームのオチをつけられる何かがあってくれよそれとも俺が単純に謎解きとかをできてなくてね進めてないっていうパターンを望みます私は今ハプニングを望んでおります してきちゃったよ待って待って俺この数分間何もない空間をただただ走り続けてるんだけどさこれマジで本当に何もないんじゃないのラジオもあれ以降何も言わないしどこの部屋行っても何もないし概要欄にうっすらと描かれていたあの幽霊っぽいやつは何だったんだせめてそいつ出してくれよフフフフフフフ。<laughs> ちょっと待って、怖っこういうゲームが一番怖い何も起きないやつこの部屋もだってさ、結局上に行く手段がないのよ。他のところでなんか道が通じてるとこないし。えー、どっかになんかヒントあんのかなこわ待って待って待って。確かにこのゲームはアーリーアクセス、いわゆるプロトタイプのゲームだというふうに書かれてたんですが、プロトタイプすぎないか フィールドだけ作って世界へ公開ってなかなかよ何も起きないじゃないまあラジオがね強いて言うならちょっとざわざわしましたけどもえちょっと待ってもう一回これ立ち上げ直してみようかなさあということで読み込み直してきましたやっぱり初期地点これだしメニュー画面もないのも相変わらず はい p l プリーズ。やっぱ読んでるような感じだよな、このラッシュがな。これで音声は終わりと。なんかテレポートとかなんか言ってたけど。幽霊がテレポートしてきてくれな <laughs> なんか匂わせたなら有言実行せ匂わすだけ匂わしてなあ,あツイッターで彼氏いるの匂わす写真アップする女子かお前は。 <laughs> ちょっと待って待って待って。ちょっと待って待って待って。めちゃめちゃ面白い動画見つけちゃったんだけど、あまりにも何も起きなさすぎるので、このゲームのタイトル、プロジェクトバックルームでちょっと YouTube で検索してみたんですね。そしたら海外の実況者の方みたいのが2、二、え、人、ー、このゲームの動画を投稿されておりました。で、あこれだと、ヒントを頼むぞと、さすがに何か起きてくれという感じで、その動画を視聴してみたんですね。そしたら一人の女性の方は、もう半笑いみたいな状態で <laughs>。 おおいおい何も起きねえじゃねえかというような感じの雰囲気を出していました。で、もう一人の方は、えー、実況動画っていうよりかは、もう何もない、ただのこう、ゲームプレイ映像だったんですけども、えー、何もない動画がただ3分。<laughs> 歩き回ってんの <laughs> 歩き回って3、3分歩き回って、諦めたらしくて、あのそのまま動画のエンディングに突入しました。あの軽快な音楽、ダブステップみたいな音楽が、デュルーテューテューデューって流れ始めて。<laughs> やばすぎだろで。しかも、あのー、翻訳の方ね、してなかったんですよ。ゲームの概要欄の方とか、ざっくりとしか見てなかったんですけども、改めて見てみたらですね、えー、そこの動画をね、えー、出されていたお二人の方がコメントを残してたんですよ。ここの概要欄に。えこのゲームは何もないんですかと。<laughs> 幽霊とかそういったものは、えー、出ないんでしょうかみたいなことをコメントされていまして、でそこに対して作者の方が返信、えー、してまして、ちゃんと、えー。このゲームはプロトタイプです。今後追加したいですね。みたいなことを言ってて、<laughs> おいおいおい、<laughs> 追加したいですね、<laughs> じゃねえわ、<laughs> みたいな。<laughs> おい、マジかよ <laughs> っていう感じになりまして、えー、一人で爆笑してたという感じになります。<laughs> <laughs> なので、マジで本当にプロトタイプ、何もないみたいですね。ということで、今回はプロジェクトバックルームというプロトタイプすぎる、えー、もうある意味ホラーゲームやってきました。皆さんもね、何も起きないホラーゲームって本当に怖いんで注意してください。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。